怖かったじゃなくて2回目です。はい、どうも皆さんこんにちは、オレダヨです。今回はですね、レギオンを使う際のエラー対策というか、エラーが起きた時の対応策とかも解説していこうと思います。レギオンに限らず Apex レンダーの導入する時とか、モデルを書き出す時のエラー対策について解説をしていきたいと思います。まずレギオンについてですね、現在使えるレギオン、動作するレギオンかがね、3つあるんですよ。このナイトリービルドっていうベータ版と 1.6.0 っていう安定バージョンと、1個前の 1.5.1 っていうバージョンになります。基本的には最新バージョンの安定バージョンを使うのが、無難なんですよ。っていうのも落ちづらい、クラッシュしにくいとかっていうので、最新の安定バージョン使うのが一番おすすめなんですけど、何かをしてる最中に問題が起きちゃったりすることがあるので、例えば 1.6.0 を使っててクラッシュしちゃうんだよねって方は、 1.5.1 でも自分の環境では動いたので 1.5.1 でもよかったら試してみてください。何が違うのって言ったら、大差ないです。普通に使う分には一応全部今紹介したね3つは俺のパソコンの中に入ってるんで、こちらをねちょっと見てもらおうかなと思うんですけど、はい、ここの左上が 1.5.1 と 1.6 では違うんですけど、このナイトリービルドっていうベータ版がどれか分かんないんですよね。この状態だとこのセッティングってところを押すと、このアバウトに自分が使ってるバージョン詳細とか書かれてて、こっちの 1.6.0 は普通の安定版の 1.6.0 で、この右側の 1.6.0 はナイトリーバージョンですね。大差ないですかね。どちらも自分の環境では正常に動いてくれてますし、 1.5.1 でも正常に動いてくれてます。今回はね 1.6.0 の安定バージョンでやっていこうと思うんですけど、まずはねここのセッティングのところ見て設定してもらいたいなと思います。ここはねエラー対策というか、ブレンダーに読み込むときに、うわ違う形式で書き出しちゃったってならないための設定なんですけど、基本的にはここの設定はいつでも変えられるんで、まずはロードモデルスにチェックつけておきます。一番頻繁に使うのはロードモデルスと思うんですけど、その次にアニメーションズ、別のテクスチャーを出したいとき、例えば限定スキンとかを出したいときはこのロードマテリアルスにチェックをつけます。ロードマテリアルスとか限定スキンの出し方については別の動画で解説しようと思ってるんで、ちょっとそれは出して待ってください。ここは一番大切ですね。アセットエクスポートセッティング、モデルフォーマットとアニメーションフォーマット、ここを SE アニメーションと SE モデルにします。これそれ以外にするとブレンダーにそもそも読み込むアドオンを入れたいないので、 SE モデルと SE アニメーション必ず選択するようにしてください。でここも大切です。イメージフォーマットをこれ必ず PNG にしてください。そしたら×をします。今まではここを設定してもらって、次にロードファイルからコモンを選んでくださいっていう感じでやってたと思うんですけど、コモンでもね出るんですよ。普通にこういう感じでコモンでも出てくるんです。で例えばホライゾンだったら、ホライゾンで入れても出てくるんだけど、あ、痛い痛い。これゾンチェアって書いてあるけど、チェアじゃなくて、これじゃなくて、そこしかないんだって感じになるんですよ。で、登録名、ゲーム内ネーム、データのネームですね。ノバって名前なんですけど、これに関してもめちゃくちゃ少なくて、これ一番ベーシックなスキンですよね。多分デフォスキンしか入ってないんですよ。じゃあどうするのって話なんですけど、ロードファイルでコモンを読み込むときに、もう一つ、ルートレジェンドスキンス .rpak。っていうファイルも選択します。ご存知の方は普通にやってもらえればいいんですけど、ファイルの複数選択の方法はとりあえず一つどっちか好きな方を左クリックしてもらうと、こういう感じで青くなるじゃないですか。で青くなった上でもう一つ選択したいファイルをコントロール、左のコントロールを押しながらクリックします。そうすると選択した2つのファイルが青くなって、ファイル名のところも2つ自分が選択したファイルの名前が書いてあると思います。これで OK。 多分デフォルトはこうなってるんですけど、探すのダリーってなると思うんですけど、このサイズ順で相当をかけると、上の方にこの2つが出てくるんで、サイズ順で相当をかけてあげてください。そしたら開くを押します。開くを押すとこういう感じで、さっきはデフォスキンしか出てなかったんですけど、こういう感じのレジェンダリースキンが出てきたり、あとはホライゾンって名前にしてもこういう感じでさっきまでなかったようなスキンが読み込まれています。こういう感じで2つ必ず読み込んでください。で環境によってはコモンだけを読み込んで、今みたいにプレビューをこうやって見てると落ちちゃう方もいると思うので、俺はそうだったんだけど、2つ読み込まないとね、まずそもそも欲しいスキンが出てこないし動作も安定しないってことで、2つ読み込むようにしてください。それでなんで俺が最初に 1.5.1 っていう1個前のバージョンを紹介したかっていうと、 1.6.0 普通に動いて書き出しまでできるんだけど、書き出した後のテクスチャーがおかしい
っていう現象がねなぜか起きてて、これ今使ってるバージョンのレギオンのフォルダーなんですけど、これがね普通はこの書き出すとエクスポーテッドファイルスの中にこういう感じで書き出したやつが出てくるんですけど、今回はちょっとさっきね動画をここら辺まで撮って声が入ってないことに気づいたんで途中まで書き出してあるやつがあるんですけど、これをね書き出したんですよ。こいつの名前が NOVAV20-W ってやつですね。こいつのフォルダーの中は特にコットイメージユーティルとかを通さなければこういう感じで SE モデルとイメージズファイルの2つが書き出されると思うんですよ。イメージズファイルはちゃんと動いてればレギオンがこういう感じでホライゾンレジェンド V20 ダークボディアルベドテクスチャーって感じでどこの V でどういうテクスチャーか分かるように書き出してくれるんですね。ただレギオンくんがちょっと機嫌が悪かったりエラーが起きてたりするとこの名前がね X0 なんとかなんとかみたいな数字と英語の組み合わせだけみたいになっちゃってて、例えば1個前の動画で紹介してるオートテクスチャーとかがそういうのだと使えないんですね。なんで英語と数字の組み合わせだけど全く意味がない名前とかっていう書き出され方がしちゃったらバージョンを1つ下げてみるとか、まあナイトリーベータバージョンにしてみるとかバージョンを変えてみてください。確実にレギオンが悪さしてるんでそこは気をつけてください。でレギオンもう1個クラッシュする原因があって、今俺は C ドライブ直下にApex_3D_Tool っていうフォルダを作ってその中にレギオンを入れてます。でレギオンは日本語があるフォルダに入ってるとクラッシュしやすくて、例えばデスクトップに置いてます、ダウンロードに置いてます、ドキュメントに置いてます、ピクチャーに置いてますとかっていうとクラッシュする可能性が多いんですね。なので可能であれば C ドライブ直下とか D ドライブ直下とか限りなく日本語が入ってないフォルダの中に入れてください。であとはこの中のフォルダはもう日本語を入れないでください。例えば Apex3D Tool のツールの部分を日本語にしたり、あとはあまり大文字も良くないかなと思うので全角大文字じゃなきゃいいのかな。とりあえず基本的には英語だけを使っていただけると、まあ、落ちるリスクを減らせるかなと思います。で最後にちょっとテクスチャー問題もあって試しにブレンダー開いてみましょう。今回 3.22 なんですけど 3.4 まで Apex ツールが動くことを確認していますので 3.4 までは使えます。今回たまたま開いたのは 3.2 だったので 3.2 でやっていきますね。まずは先ほど書き出した Nova Dark をね読み込んでいきましょうか。で SE モデルを読み込んでいきます。そうすると先ほどのねこいつが出てくるわけなんですが、こいつに Apex ツールを使ってオートテクスチャーをつけていきましょう。このシェーダーを SG ブレンダーにしてテクスチャーモデルをします。そうすると一瞬白くなってちょっと待たなきゃいけないんですけど、はい、こういう感じになるのが普通なんですよ。でスキンによっては透明になっちゃうことがあるんですね。普通はこういう感じでちゃんと物体として存在してるんですけど、ものによっては透明になっちゃうことがあります。こいつを解決する方法は簡単で、透明になってる部位を選択してシェーディングタブに移動します。シェーディングタブに移動したら下にこういう感じでノードツリーがあると思うんですけど、ここのこうですねアルファインプットってやつがあって、アルファインプットにつながってるやつのカラーがアルファインプットにつながっちゃってるんですよ。基本的に黄色と黄色の点がつながるのはいいんですけど、黄色と別の色の点がつながると行ってしまうので行かれちゃうのでここを変えてあげましょう。これまあお察しの通りアルファとアルファインプットをつないであげてください。そうするとこういう感じでしっかり存在しているものとして出てきてくれます。そしたらこのジャンプパックの方もジェットパックジャンプパックの方もカラーからじゃなくて下のアルファの点からアルファインプットにつないでいきましょう。はい、OK。そしたらこんな感じです。スキンによってはこういう感じでオートテクスチャーをつけた時に透明になっちゃうことがあるので、ただこういう感じでね、基本的にはしっかりできると思うので、何かあった時はシェーディングを見てみてください。一応今確認してるのは透明があるっていうのだけで、もしかしたら他にもあるかもしれないんで、これはわからないんだけどどうすればいいっていうのがあったら教えてください。ちょっと俺も考えます。そのぐらいかなと思うんですけど、昨日配信したんだけど、確認できたエラーがね、今の数個だったんで、それ以外にも何かあったら教えてください。はい、そういう感じで今回の動画は以上ですかね。まあわからないところを先取りした動画なんですけど、あとはねちょっと以前と仕様が変わってるのに気づいてなかったので、まあ、それを先取りした動画なんですけど、他にもねちょっとこういうエラーが出るんだよって方がいたら教えてください。ということでご視聴ありがとうございました。よければね他の動画見ていってください。できるだけ新しめの動画をどんどん見てもらえると更新されていってるんで、情報が新しめの動画を見ていっていただけると
ありがたいです。はい、ということで高評価、チャンネル登録、コメント、シェアお待ちしております。よければね、たまに配信とかもするので、そちらの方にも来てください。ということで、ご視聴ありがとうございました。じゃあね。